スユレーマン・デミデルはトルコの政治家。中道派政党の公政党、制度党を率いて1960年代から1990年代にかけて首相、大統領を歴任した。1924年11月1日にウスパルタ県アタベ軍にて誕生した。1949年にイスタンブール工科大学建築学科を卒業し、 電気研究局にて勤務。1954年にダム局長、1955年に国家推理長長官に就任した。デミレルは、1962年に公正党の初期局メンバーとなり政界入りした。1964年に公正党党主義ミュシュパラが死去すると、非議員であるにもかかわらず公認の党首に選出され、1965年には、 ウルギュプリュ暫定内閣の副首相として初入閣した。1965年の総選挙では、ウスパルタ選挙区から立候補して当選。公正党も単独過半数の議席を制したため、同年デミレルは首相に選出された。デミレル政権は、1960年代後半を通して安定政権を維持し、工業化の推進などの経済政策を実施した。しかし、 1970年の予算審議時の混乱をきっかけに政局は混乱。また、同時期には学生運動や労働葬儀などの左派系の社会運動が激化し、政府は有効な施策を取れなかった。これを受け、1971年3月12日、軍部は政治社会状況の混乱の責任を問う書簡を大統領と上下両院議長宛てに送り、デミレール内閣は 大臣に追い込まれることになった。初冠空出たの後、高政党は、求心力を失い、政権政党から転落した。しかし、中道左派の共和人民党も、議会の過半数を制することができなかったため、デミレルは、右派の国民救済党、民族主義者行動党などと連立政権を組み、1970年代を通して三度の組閣を行った。こうした、 不安定な政局は、キャスティングボートを握る、国民救済党、民族主義者行動党などの宗教政党、極右政党の発言権を増大させた。また、頻繁な政権交代により、慢性化したインフレへの対処も後手に回り、経済状況も悪化の一途をたどった。こうした国政の行き詰まりを、政党政治の限界として捉えた軍部は、初官空出た以来10年ぶりに、 政治介入を決断し、1980年9月12日に軍事クーデターが刊行された。クーデターにより、全政党が解散処分となり、デミレルも身柄を拘束され、政治活動を禁止された。1987年にオザル政権が行った国民投票の結果を受けて、デミレルは政治活動禁止措置を解除され、公正党の後継政党である。 政党党の党首として政界復帰した。1991年の総選挙では議会第一党の座を祖国党から取り戻し、社会民主人民党と連立を組んで七度目の組閣を行った。1993年に大統領のお猿が急成すると議会より公認の大統領に選出された。公認の首相、政同党党首には、 タンスチルレルが就任したが、デミレルの大統領就任後、トルコ政局は再び離合集散を繰り返す、不安定な局面に入った。1996年には、祖国党、制度党の連立政権が崩壊し、デミレルは国税である世俗主義原則に抵触する、恐れのあるイスラーム系政党である福祉党に対して、祖国要請を余儀なくされた。さらに、 翌1997年には副首都のエルバカン政権が軍部の圧力で退陣に追い込まれ、1980年の軍事クーデター以来の軍部による政治介入を招くこととなった。2000年に人気満了により大統領を退任し、政界を引退した。故郷のウスパルタ及びカザフスタンのアルマトュには彼の名前を冠したスユレーマン・デミレル大学が設立されている。 2015年6月17日死去。90歳没。ありがとうございます。